贈与税とは、贈与によって財産が移転する機会にその財産に対して課される税金を指す。本校では、日本の贈与税について解説する。贈与税は、国税の一つ。個人からの贈与により取得した財産の価格をもとに、課される租税であり、財産を贈与した方ではなく、財産を受け取った方に納税義務がある、受贈者課税方式が採用されている。 しかし1947年から1949年までの日本における贈与税やアメリカ合衆国のギフトタックスのように贈与をした方に課税する方式も存在する。贈与税の目的の一つが生前贈与による相続税回避の防止にあることから相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって相続税法の中で相続税と共に規定されている。 贈与税の基礎控除は年110万円である。その金額までの贈与なら課税されない。また、その後3年以内に相続が発生した場合、遡って相続税が課税されることがある。年110万円を超える部分に対して課税される税率は金額により10%から55%と徐々に高くなる。相続税より基礎控除額が低いのは 贈与税は相続税の保管税であるためである。税額の算定に使われる課税標準は、贈与者の数に関わりなく受贈した財産の評価額の合計で決まる。例えば、一人の贈与者から年間1000万円受け取っても、10人から100万円ずつ受け取っても、基本的に税額は同じである。日本においては、 贈与税のために寄付行為の萎縮を招いていると指摘されており、問題となっている。贈与税の納税義務者は原則として、贈与により財産を取得した自然人であるが、人格のない社団、財団や持ち分の定めのない法人等が贈与により財産を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、これらの社団等、法人等は個人とみなされ、納税義務者となる。 贈与により財産を取得した者が日本人で日本国内に住所があれば通常すべての財産に贈与税が課せられるが住所が国外にある場合や日本国籍がない場合等には国内財産のみに課税される。具体的な納税者の分類は以下の通りである。なお、無制限納税義務者は国内財産と国外財産に対し課税されるが 制限納税義務者は国内財産のみ課税対象とされる。贈与税は贈与により取得したもので金銭で見積もることのできる財産に対処課されるのが原則だが事故が保険料を負担していない生命保険金を受け取ったまたは債務の免除など次の利益を受けた場合も贈与を受けたとみなされて贈与税が課される。次の財産は課税対象とされる財産に含まれない。 2001年1月1日以後の贈与税については、課税価格から110万円を控除する。一般的な贈与税は、次の算式で計算される。基礎控除イコール基礎控除後の課税価格基礎控除後の、課税価格税率外国税額控除等イコール、贈与税額2015年1月以後の贈与については、税率が2本立てになった。一般贈与財産については、一般税率で、 税額計算をし、特例贈与財産については、特例税率で税額計算をする。財産の贈与を受けた者が、毎年1月1日より12月31日までの1年分の贈与について、翌年2月1日から3月15日までの間に、申告して納付する。金銭で一括納付が原則だが、一定の要件のもとに延納が認められる。申告先は、 贈与を受けた者の,の住所地の税務所である。配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、事故の居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与があった場合には、一定の条件のもと贈与税の申告をすることで、基礎控除110万円とは別枠で、贈与財産の価格から最大2000万円の控除が認められる特例を言う。なお、 同一の配偶者間においては一度しか認められない。通称、おしどり贈与。2003年度より、従来の歴年課税制度に加えて、相続時生産課税制度が創設された。これは、贈与税、相続税を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が60歳以上、受贈者が、贈与者の推定相続人で20歳以上となっている。 この新しい制度について、日本公認会計士協会の租税調査会は、今までの我が国の相続、贈与税制の中での贈与税が税負担が重い、抑制的な税であったのに対して、贈与税が相続税の前払いとして扱われるという一体化の措置がなされたという点で、画期的な税制改正と評価した。贈与税は、 基本的に個人間の贈与があった場合に課せられる税金であり、法人が贈与者であったり受贈者であったりするときは贈与税以外の税金が課せられる。個人と法人の両方に税が発生しうる。個人と法人の関係性によって以下の扱いに従って税が発生する。財務省の統計では贈与税は相続税に含まれて公表されている。決算においても同じである。 国税庁の統計では課税ベースのデータが公表されている。以下のデータは国税庁のデータで本年分と可年度分の合計である。滞納の場合、決算ベースとは相違が生じる。税務大学校相続税法平成30年度版 P3P4。大賀市ソニー退職金16億円寄付で揺れる行政と税制、日経 BP、 2003年7月15日、2012年6月13日、閲覧ナンバー4432受贈者が、外国に居住しているとき、国税庁の4400に蔵予税がかかる、場合国税庁 HP ハットナンバー4405、贈予税がかからない場合国税庁 HP、租税特別措置法第70条の2の4。本法。 第21条の5では60万円になっている。国税庁、ナン、no. バー4408贈与税の計算と、税率、国税庁、ナン、no. バー4452配偶者控除、税理士、ドットコム、贈与税、ハウツー、国税庁、ナン、no. バー4103相続時生産課税の選択、相続贈与に関わる税制について、租税調査会研究報告13号。 日本公認会計士協会。2012年11月3日閲覧。租税及び、飲酒収入決算額長一覧財務省、観光物等、統計情報国税庁長記事系列データ。ありがとうございます。